安倍氏は安倍を氏の名とする氏族。高原天皇の御子大御子命を祖先とするスメラ別氏族である。飛鳥時代から奈良時代に大臣級の高官を輩出する。平安時代以後は安倍と称する。慶高天皇の日の一人である高田姫の父が安倍家元であるとされ、また、慶大天皇の日に安倍派の美姫がいたと言われているが、 歴史上はっきりとした段階で活躍するのは、戦火天皇の大部であった大魔漁が初見である。大魔漁は、大友金村、物ノノからカ蘇我稲目に次ぐ地位の重臣であったと言われている。水子天皇の時代には、蘇我馬子の側近としてマロが登場している。大火の改心の新政権で、左大臣となったのは、安倍倉橋のマロであった。安倍氏には、日本書紀などでも、 外国への使者などに派遣される人物が多く、倉橋のマロは家柄のみならずそれなりの見識を買われて新政権に参加した可能性が高い。また、倉橋のマロの娘、小足姫は高徳天皇の日となって有馬の御子を産んだとされており、またもう一人の娘、立花姫は天智天皇の日になるなど、当時の安倍氏の勢力が伺える。その後、安倍氏は、 一族が分立して、不世心、引田心などに分裂していった。だが、引田心を率いる安倍平夫が、西明天皇に仕えて、将軍として活躍し、不世心を率いる倉橋のマロの息子、ご主人は、大法律領下で、最初の右大臣に任命された。その後、伏見氏は、安倍阿尊の姓を与えられ、続いて引田阿尊でも、 ヒラフの息子たちに対して同様の措置が取られた。剣討士で留学生として党に渡った中丸はヒラフの孫、船森の息子であると言われている。以後は主としてご主人とヒラフの末裔が安倍氏と称することになった。だが、中納言で皇居したご主人の子皇帝が死ぬと藤原氏などの信仰氏族に押されて低迷する。だが、 藤原むち丸夫人や藤原義継夫人、小美ななどの有力者の夫人を出している。安倍氏がいつ頃から安倍氏と改めたかには諸説あるが平安時代初期の延暦公認年間説が有力であると言われている。この時期には安倍兄を安日氏という二人の有力交換を出している。だがその後の活躍はやはりアニオスの六代目の子孫とされている。 安倍の生命の活躍する平安中期にまで降ってしまう。平安中期以降、安倍氏は安倍の生命を排出した系統が主流となり、中世からは土見か溶と名乗り、代々恩明道の家として知られるようになる。ただし、実際は生命の系統が安倍氏本流であるかは不明である。摂津国出身という説から安倍氏と同じく大美子命を外する南敗み あるいは、吉も良事といった、トライ人の系統が称した安倍氏の出身ではないかという指摘もある。平安時代中期、安倍の生命以後、安倍氏が、鴨物氏と共に、恩明道ことに、天文堂を司った。しかし、簡易的には生命も息子吉平も局員が14以上で、あって、先祖である、アニオスと比べれば格下であるのは明白である。その後、吉平の長男児親は、 天文密相戦時授与者、次男小親は天文博士、三男捧ぐ親は天文剣博士と天文堂に関する地位を独占した。以後、代々天文博士、恩苗頭に認じられたが、その一方でその地位や学説をめぐる、一族間の対立も激化していき、時親の固有業を外し孫の安地下に引き継がれた、着流にあたる家系。 同じく時親の子国独ずを外しまの春道に、引き継がれた家系、時親の弟捧ぐ親を外しまの胸明及び、その子、後見引き継がれた家系の三系統に分立して、激しく争った。平安時代末期鎌倉時代世の中が、不安定であればあるほど、朝廷から恩苗氏への期待が高まるものなのか、安倍氏から名高い恩苗氏が登場するのは、乱世というべき時代である。 自称、樹衛の乱当時の恩苗党、安倍安地下は、正四位以上、息子の末広は、正四位下にまで昇進している。だが、春道や貢献及びその指定も、事故の家系の説をもって、大親親子と激しく対立を続け、その後も、その三系統の中からも分裂する動きが続いた。分裂長期化の背景として、歴道の業務の中核であった。 造力は共同作業を必要として着流が作業の主導権を発揮する場があるのに対して、天文道の業務の中核であった。天文密葬は、監査列車の個人作業であったために、各流が競合関係に陥ったこと。還元2年に着流内部の投資争いで、安倍行博が弟ら一族に殺害され、着流の主だった人物が処分されて一時的に、 人材がいなくなったことなどが挙げられる。南北朝時代南北朝時代に登場した安倍裕与はついに苦行であるジュニーにまで達した。安倍氏の一族としては500年以上耐えてなかったことであり、その職所柄から時には恐れ忌み嫌われる立場にあった恩明氏が苦行になったことは当時としては衝撃的な事件であった。安内家には苦情金金、裕与には 足利義満という政治的な講演者がいたからこそ、ここまでの昇進に至ったという意見もある。だが、安近は、兵士の水防や持ち人王の乱を予言し、有与は、明徳の乱、王英の乱を予言したとも言われており、占星術や、陰陽道においても特筆した才能があったとする、記録が残されている。金座根や、義満も彼らの、そうした高い能力を評価したからこそ、 その昇進を助けたのである。室町時代安土桃山時代一般的には、土御門矢野層、安倍猶予に求め、猶予を土御門猶予と呼称することが多い。だが、猶予が土御門を名乗ったとする記録は、当の土御門家にも存在せず、確実に土御門を名乗ったと言えるのは、その創尊にあたる優先意語であると考えられている。当初は、 アリオ一代限りの苦行という条件であったものの、実際にはアリオの晩年に、足利義満がアリオの長年の功労に報いて、着難の有森を苦行に昇進させ、その後も、勇気、有仙とその着流は苦行に登った。かくしてアリオの家系は、道場家の資格を得ることになり、やがてアリオ以来代々の当主の屋敷が、土御門の地にあったことから、土御門を名乗ることとなり、 他の安倍氏とは一線を隠して、恩苗氏としての公的な職務はすべて安倍氏、土見か家けと鴨の鹿での公事家が取り仕切ることとなった。だが、その初代である優先は、応仁の乱以来の混乱を避け、領地である若狭国那田省に下校した。この優春も若狭で一生を過ごし、以後若狭定住が状態となる。孫の土見か雄をうは、永六八年鴨の氏が独占していた。 出来博士を初めて兼任した。その息子、土見門久さは、若さから戦乱の収束したとに一時戻ったが、関白、豊富秀吉の知性下では、秀次事件及び御苗氏追放政策に巻き込まれて一時、失脚する。江戸時代旧おは、江戸幕府を開いた徳川家康に徴用されたため、朝廷にも復帰が許され、 梅工事に大邸宅を与えられた。その息子、土御門康氏へは、天文博士として衰退した加盟の最高に尽力し、苦業として、ジュニーにまで昇進した。また弟の大吉を独立させて、倉橋家を創設した。さらに、朝廷恩苗寮,寮の長官たる、恩苗頭の座をめぐる安倍氏と鴨野氏の間での、長年の確執は、高徳井友殿が、 天那二年に三十五歳で溶接したことで、土見門安司福が恩名頭に認じられて、以降恩名頭は、安倍氏土見門家が独占することで決着することとなる。大福は、天那三年、全国の恩名氏の支配、任面を土見門家の独占とすることに成功して、土見門家は唯一の恩名同窓家として前世紀を迎える。さらに、大福は、浸透家、 山崎安彩に指示して、恩明道と水火神道を融合した土見門神道を創設した。だが、江戸幕府天文法が主導した改歴に成功すると、改歴の権限をめぐって、幕府と朝廷の間で対立が生じるようになった。大福の抜死大福には、在野の歴参加の協力を得て、法歴歴を制定し、改歴の権限を再び、土見門家に取り戻すことに成功した。 しかしながら、法歴歴の評判は悪く、その後の完成歴及び、天保歴への改歴はいずれも、幕府天文型によって主導されることとなった。江戸期の土見門家の墓の多くが、京都の新女堂と梅小路梅林寺にある。明治以降、明治維新の混乱に乗じて、時の当主、土見門春夫は、旧幕府の天文型を接収して、天文観測や、 地図測量の権限を手中に収めた。これによって、西洋の近代的な天文学が事実上排除されるという逆転現象が生じた。さらに春尾は、西洋の太陽暦の導入の動きを指して、太陽暦導入を阻止して、従来の太陰太陽暦の維持を図るために、明治海暦を提唱した。しかし、春尾の旧姓により挫折した。 王政復古の波により以上のような逆転も一時はあったものの政府の大方針である布国強兵のためには近代的な天文や測量が陸海軍の円滑な運営に欠かせずまた西洋近代国家にごするため合理主義に基づく名神排斥、科学排止の方針から恩明道と恩明師の世襲は近代化の妨げとなる旧兵であるという認識を政府が持つようになり 陰陽寮は解体される流れとなった。春尾の死、晴久氏が幼少であることを幸いに、明治3年に陰陽寮の廃止と陰陽道の公的分野からの排除が行われて、続いて、天文や歴史産分野も大学校天文歴道局や海軍水路局、文部省天文局、天文台に移管されることとなった。晴久氏以降の土見か家は東京に移住し、 家族制度導入後、死者区に除せられている。また、倉橋家も死者区に除せられている。大正4年、土見角家が保有していた、天文記録や、当主の日記などが宮内省に献上されて、その多くが現在でも内庁所領部に保管されている。安倍の生命の男結家け役は、宇田源氏家の後人への子で、倉橋家の養子となった、倉橋遊儀と、その息子で、 土御門家の養子となった土御門どやすへの代で断絶しており、現在の土御門家け、倉橋家当主はいずれも、さらに養子相続を繰り返した結果、戦国時代の安倍氏当主、土御門どゆうおから数えて、共に四回除刑を経ている。一方、土御門どゆうおの娘が果重字春と夜の妻、土御門どやす服の娘が倉橋安明の妻、さらにその、 安明の娘が、萩原飲料の妻になり、皆子を残しているため、家十寺や、萩原家をはじめとするいくつかの同場区へ、家族の子孫、及び、現行室に、除系を経て、安倍の生命の血脈は受け継がれている。赤沢春彦2011第2部、第2章、鎌倉期における安倍氏の同行、安倍の生命の子孫の墓ピンチ京都、連絡取れず寺学用。京都新聞。 http://www.kyot.co.jp o n p スラッシュローカルスラッシュアーティクルスラッシュ201770211000098国立天文台歴計算室。暦ウィキ歴史明治以降の和活歴。2019年10月9日閲覧。天文古眼東京天文台明治前期の歩み。 2019年10月9日閲覧。春彩がアニオスのことする経図もある。ありがとうございます。